あ、どうもどうも、皆様どうも。こんにちは、おはようございます。久保塚と申します。よろしくね。本日はね、ジョコウさんやっていきます、ジョコウさん。なんかジョコウさん、中でもまだ簡単な方っぽそうなので。ただジョコウさんね、あ、一回やってんな。一回クリアしてる、私。やってないのもいっぱいあるから、初見アタックのとこもあるかもしれない。はい。あ、はいはい、あったね、そんなことも。そしてはい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 。指定州は三国の中央にあって、うん、互いの争点となっていた。曹操は、なる、あったね。この方を受けて援軍に駆けつけたのが繁盛だから、あれか、なんかあの水攻めでアーダコーダしてたやつか。関羽が、うん、窮地の中と、やるね、オッケーオッケー。まあ、繁盛の戦いを、要はシナリオ制限なしってことは、どうしようかな。ここの条件はですね、見てると工場兵器をまず全部破壊する。なんか設置される前、運転とかも設置される前に破壊しましょうと。ただその運転はなんかあれみたい、何、残玉でぶっ壊せるみたいだから、残でいきましょうみたいな。排水ゴフはいらないな、多分やられるな。なんか弾のこれにしよっか。これでいいんじゃない。ほんで、次に関羽以外の全武将を撃破かな、有名武将で200人以上切ると、200人以上撃破するということみたいなんで、まあ、護衛をね、護衛入れとっか。で工場兵器はどっか出てくるの、それはわかんないですけど。まあ行きましょうか。とりあえずやってみよう。まずはやってみるっていう。そっからよ。まずやる。やらないと、よくわかんない。あ、どうも。あ、これか。待て待て、こいつ、お、壊した、よし、あいつも壊そう。全然発動しないぞ。ザンが出たら壊せんだよ。ザンが出ません。なんという運の技。よし、待って、運転はどっから、運転の情報もちゃんと多分出てくるから、ここだな。一個はこれな。オッケーオッケー、行くか。じゃあ、待て、あれ、俺の馬は何なんだ、このゴミは。触るな俺に。ちょっと運転を壊そう、急いで壊さないと。早っ、もうそんなとこいんの。待て、よし、オッケー、こうした、早い。でこっちも行くと、任しとけ、これでいいわけでしょ。壊れろ、壊れてくれ。オッケー、で武将殺そう。いいよ、周宗さん、まずお前だ。ほい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 、強い、ほいほい。ちょっとなんか寛平さんもいんねんけど、なんなんだよ、誰だよ、突っ込んできた、地球に当たってるこれ。ちょ、重すぎてわかんない。カンペかなんか消えたしさ。あ、いたわ。死んだ、ちょ、何？あと一人いただろ、どこ行った？死ねえ、この野郎、お前。敵将撃ち取ったり。は？これ大丈夫？これ殺したよね。いいよね。よし、ちょっと待てよ。あとは？
200人倒さなきゃなんねんだよな。そうだ、200人倒さなきゃ。おい、何してんだよ。200人倒さして。うっと、回復ないですけど。こいつ勝て。これ200人倒すのむずくない？ちょ、なんでそんな苦戦してんのお前。ちょ待て待て、待て、俺が行く。ちょっと待て、くっそマジお菓子舐めてるわ。大変なことになってる。宗神が死んじゃうよ。なんでそんなバカなことするわけよ。これはここで士気を下げよう。そういうことだ。いいよ。ちょっとこいつ、何こいつ、200人いけそうだね。ここでちょ、ザンを打っとけばいけそうって音したけど、めちゃくちゃ強いこいつ。確実にこっちの隙をつついてくる。一歩下がって隙をつついてくるな。強えぞこいつ。士気を、とりあえず艦の士気を下げまくる。うぜ、おら、な、ない。オーケーオーケー、いいよ。こうやって士気を下げていけば宗神の生存率は上がっていくから。なんだこいつ、なにこのイベント、謎イベ。のんきに喋っとんな。うん、そういうこと。タウ殿、地上で部を曇らせまいぞ。はい。互いの信じる大義のために、いざ。まあ、2の方がいいね、このイベント。なんか安っぽくなっちゃったよ。はい、よし、下がってる。うわ、強っ、何こいつ。ちょっと待って、なんか急に来たし、しかもこっち来やがったし。で、有名武将まだ俺倒してないから、倒さないと。こいつ涼花さん倒さないといけない。涼花を倒しつつちょっと稼いでいくか。宗神は まだ耐えそうだし、涼花さんを倒して、よし。しかし艦やばかったな、あいつ。オーケー。どっから行くか。ちょっと馬で逃げられる。まあ、最悪馬に乗って戦うっていうのもありだな。馬の上田村麻呂大作戦もありかもしれない。倒していこう。着実にキル数を増やしていかないと。ザンで、ザンの発生確率次第なのよ、この辺の効率は。クリアタイム関係あんのかな。クリアタイム関係あったらちょっと困るよね。困りぬすしますよね、これ。ちょ、何これ割れないんだけど。 OK、 いいよ、これはうまい。ちょっと乗らして、よし。でこっちで殺そうこいつらを。こうすればおのずと士気も下がり、撃破数も稼げると。痛いわ。いいよ、どんどん士気下がってるよ。いいですよ。まあちゃんとこうなんかうまく作られてるね、この猛将伝のこの列伝ステージは。悪かない。この小野町子はあれ、ちょ、何やねんお前。小野町子はカウン使いたいな。しかし、取らざるを得ない。ちょっと俺の分残しといて、君たち。ちょ、うざい。マジ、これヒゲうぜえな。このヒゲ生やしたやつ。ちゃんと俺が倒す分残しといてよ。小野が、小野で溢れてる。よし。じゃ、拠点倒したね。拠点来ないで。ちょ、なんだこいつ、突っ込んできやがってよ。
拠点は逃げるんだ。俺の相手をするんじゃない。拠点、こジャンプアタックマジうざいんだけど。怒りますよ本当、こんなことしてたら。いいよ、ここに200いったろ、これでいったろ。オーケー、ゲットした。あ、これでゲットしたんだ。で、あとは死なないようにジョコさんを、ジョコさんじゃねえ、カヨンさんを倒しましょうと。オッケーオッケー、倒そう。よいしょ、ちゃんと回復してカヨンさんをボコボコにしましょう。これ馬から降りない方がいいね、やっぱり。あれ下降りてやばかったもんな、さっきなんか後ろからケツ蹴られたけどさ、半端なかった。もうちょっと減ってる。ソウジンがやれるかもしれないな、こうやっていると。やば、これは絶対俺降りないぞ、俺は絶対降りない。やば、威力やばいだろこいつ。いいぞお前ら頑張れ。いいぞいいぞいいぞ。あー結構減ってる、意外と減ってる。やばくなったら回復しよう。いいよいいよ、オッケーオッケー、その調子その調子、いいですよ、いける。この作戦、このガチャガチャスクランブルアタック、ガチャガチャスクランブル馬の上大作戦でいこう。これしかない、俺たちの救いの道はこれしかない。この達人モードを滑るにはこれしかないね、ガチャガチャスクランブル馬の上大作戦アタック。サイト、もう半分以上減ってんじゃん、もうあいつ。じゃあこっちも半分以上減ってる、やばい。いや、お前ら、お前ら固めろ。もう空中ヒットでもいい。とりあえず、やば、火力やばくないこの人。しかもなんかいつの間にか2人だけになっちゃった。なんでこうガードシーンが当たるわけ。味方ももうどっか行っちゃったし。いや、タイマンじゃない。お前ら後ろからスーツ切れ。そうだ。誰も聞いてねえ。いいよ。いいよ、君たち。いけそうだよ。オーケーオーケー、壁はめや、壁はめ、はめ殺せ。絶対降りちゃう、焦って降りちゃうね。あとちょっとだからって降りちゃう、もう終わりよ。いった、着実に攻撃の隙を縫ってきやがるなこいつ。さすが歴戦の戦士、強い。あれ、いつの間にか拠点兵長に入れ替わってる。カウンが、あ、いたいた、この、びっくりした、どっか行っちゃったかと思ったよ。だから文字数増えてんなと思ったら、あとちょっと、あと一球、あと一球、この一球が遠い、この一球が遠い。よし、まだマシな方なんだろうなこれ。これでも結構やばいけどな。うむ、さよなら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 。まあ意外となんとかなった。ジョコウさんの強さ、ジョコウさん強えし、工場兵器をうまくぶっ壊したからよかったよ。うむ、よきよき。あ、防御こんな低かったのこの人。防御もっと上げとかないと。おお、なんかいろいろついてる。これ無双ゲージ上がるやつ、これいらないな。カッタン、カッタンとか嬉しい。甲虫弓もまあまあないよりかはいいか。防御力低かったんだ。おお、94点。あ、なんか言った、ごめん、かぶって聞こえなかった。なんか言ってたお前。はい、じゃあね、みんなありがとう、楽しかったです、さよなら。